キアラ10月も半ばを過ぎましたねそうですね公開録音への準備は整っているのでしょうか整っているのでしょうか <laughs> 整えろよそろそろっていう感じですかね <laughs> うん、うん、彼も水着を買ったことだろうしねすくみずをねど,どうしても小さまな赤子川さにすくみずをかぶらせたい <laughs> うん、あの、あの、すごい、この間、うん、その過去のラジオチャンネルを振り返るっていうのをやってたんですけど、うんうん、あの、カゴワさんがすくみずをかぶってたのって、1回目の表紙なんですよね。うんうん、あの、 言ったらまだイラストも出来上がってなくて、うん、私たちの実写が、うん、あの、まあ、後ろ側からなんですが、うん、撮影されたものを、うん、あの、表紙に使ってはったんですけど、うん、よくもそんなあったまってない人間関係の中、<laughs> <laughs> 僕、かぶりましたよね <laughs> って言って <laughs>、だからこそかぶれたのかもしれないみたいな、ね、ことなんですけどね。 どの、回録音は何被ってくれるんでしょうね,ね<ー>楽しみですね。それまで、加古川くんって言ってたんやけども、もう、あのすく水姿を見てから、加古川さんと尊敬を込めて、うん、<laughs> あの、水着姿の彼のことを呼ぶようにしようと。<laughs> 水着姿って、別の意味での水着姿ですけどね。ええ、まあ。<laughs> はい。うん 楽しみですね。楽しみですね。はい、皆さんも楽しみにしていてください。はい、えー、ドリームパーティー2010秋、うん、インテックス大阪2号館。はい、10月。10月24日。ですね。はい。皆さんどうぞお楽しみにということで。遊びに来てくださーい。はい、はい。キュアラジーは、鈴森千里と、あさりがお送りします。キュアレコーズがお送りするのであります。パフ。<laughs> <laughs> 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 普通のお便りでーす。ででーん。はい。うりじさんから。いつもありがとうございます。小さま、さりお姉ちゃん、いらっしゃいましたらゲストさキきわラジは、自分は今回の夏コミには、初日と最終日に参加しました。ありがとうございます。その目的は二つありはいはい。えー、一つはキュアラジ DVD2 とリバースデーの購入。はい。そしてもう一つは、 普段会えないような方とお会いするというものでした。いろんな人来てるからね、コミケはね。うんうん、サークル参加される方にはツイッターでお伺いすることをお知らせしたり、うん、一般参加の方には同じくツイッターでお会いできませんかと聞いてみたりして、コミケの期間中にいろいろな方とお会いしようと暗躍し、うん、<laughs> 実際にお会いすることができました。<ー>よかったね。よかったですね。うん、キュアラジ絡みだと、うん、自分が おすすめは第17回ですと紹介したハルキさんと、えーハルキさんと会ったーーへーつな繋がるもんなんですね。うん、うん、有明ではなく、秋葉原でお会いしたり、あ、うん、待ち合わせた <laughs> はい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 。ゲストにいらっしゃった小川静香さんと、ミラクルミキポンさんのサークルにお伺いし、お話をしたりしました。うん、へー 特に、小川静香さんは、ツイッターでやり取りさせてもらっているとはいえ、初めてお会いするのにもかかわらず、ハムハムソフトさんの一員だからという理由で、差し入れを持っていくという少々失礼なことをしてしまったのですが、笑顔で対応していただき、感謝の気持ちでいっぱいです。ちなみに、小川さんの印象は、キュアラジで語られていた通りの方でした。ですね。可愛いらしいね。 ハムハムソフトの下地さんや、仮想、うん、イエローの中の人ノッと奥川さん。実写というか、特撮仮想イエローの中の人。そうですね。あの、仮想レンジャーショーの方の声じゃない方の中の方ですね。うん。はい。脱いでのにわかんの <laughs> ういうイエロースーツ脱いでても。<laughs> まあ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 、一人、あの、違う動きをされてましたね。かっこ一般人なんですね。えー、はい。えー、<laughs> すごいね。はい。世の中まだまだ才能は、ね。溢れんばかりの才能をお持ちの方いらっしゃいます。はい。うん。で、クドワフターや田野ンの4コマ漫画を描かれている池田純さん。あ、はいはいはい。ビジュアルスタイル編集長さん。へえ、いっぱいあったんですね。うん、エグゼクティブクドコーですね。<laughs> はい。世界中を飛び回っております。ね。そして、のまたで知り合ったリスナーさんなど、本当に色々な方とお会いしました。皆さん笑顔で応対していただき、本当に感謝しております。うん、今回は残念ながらお会いできなかった方もいらっしゃいますが、そのような方たちも含め、また何かの機会にお会いできたらと思っています。本当に楽しい3日間でした。ありがとうございました。 うーん、そっかそっか。だからやっぱり、どこかで被っているんでしょうね。うん、キュアラジオを聴いている人、ノーマタを聴いている人、うん、ハマムホコラジオチャンネルを聴いている人、うんうんうん、このビジュアルアーツチャンネルの輪が広がってるね。ねねすごい,い,いですね。ねはい。うん、やっぱほいでツイッターとかで、ブログとかでやり取りしてるだけの人と実際にお会いするのって、なんかね、ね、うん、ちょっとドキドキするっていうか。あとなんだっけ、あの、ハッシュタグあれでキュアラジって作って。 集まってくれてる人も。なるほど。いたりするんだよね。はい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 。 皆さん仲良くしてください。ね私たちの知らないところでそうやっが広がっていていただいているのは嬉しいことですね。ねはい。パーソナリティのお二人やゲスト様にも何かの機会にお会いできたらと、ウーリッさんおっしゃってくださってます。さあ、あれば。はい、あればお願いします。はい。ありがとうございました。ういた。だきました。こちらギリシャ文字なんですね。私知らなかったミュウさんです。ありがとうございます。あの、ユウにちょっと似てるやつね。そうですね。はい。え、ちさとさん、あさりさん、こんにちは。 こんにちは。こんにちは。カチズさんのブログの方ではよく書き込んでいるのですが、今回はここまで出張してきました。どうも、ん。32回は曜日の関係でかなり感覚が湧きますが、きっと次の回はアサリさんの CD 制作の裏話とか、発売後の心境とかが聞けるのではないかと楽しみにしております。<ー>えー、現在、8月29日、アマゾンでは、えー、CD は在庫切れで、お取り寄せ待ち状態。 うん、福岡のメロンブックスココラ店では27日18時時点で在庫2枚だったのか29日では品切れ状態に。<う>出荷量が少ないあっという間に棚から撤去 <laughs> いや、もしかしたら、あさりさんを知って2ヶ月以内の私は大きな勘違いをしていたのだろうか。 まさか CD 特設ページの人気声優は宣伝上のお約束ではなかったのかという <laughs>。お約束じゃなかったという <laughs>。あえて今見たら人気が消えてる <laughs> 私の勘違い。いや、書いてあった気がする。人気が白塗りになってる <laughs>。でも、きっと本当に人気声優だったに違いないと <laughs>。一人で偉い自問自答されてますけれどもね <laughs>。えようやくすると CD 売れてるみたいですね。おめでとうございます。私も買いましたよ。アラジーも CD も応援してますので頑張ってくださいということでした。これね違うんですよ <laughs> 人気声優の人気は私が消してくださいって言ったんですミオさん。<laughs> 後から <laughs> はいあのー、てかもう入れられる時点でこんな風にしようと思ってますってこうひなたを見せてもらった時点で、うんうん、いやこの人気声優っていうのちょっとなんとかなりませんかね <laughs> ちょっと恥ずかしいんですけどっていやいやもうこれはこれでいきましょうよと、うん、あの05さんが <laughs>、うん、おっしゃってで 発売と、ともに、だからもう発売中になるわけじゃないですか、ブ、うん、ログのトップが。それを機会に、うん、も こ、もうこの機会にこの人気声優撮ってくださいみたいな。え、人気声優にはなりたくないといや、ていうかもうそんな、それはちょっと恥ずかしいと、ホームページを見るたびに自分がちょっともう、みたいな気持ちになるのがありやったんで。奥ゆかしいな <laughs> 言ったら、ほんなら勝手に消されてるって。しかもなんか、<laughs> 消された後があったよ。師匠り。<laughs> <laughs> <laughs> いいですよ別に人気であろうが、人気でなかろうがあの <laughs>、歌詞は歌詞はい、歌詞は歌詞なので、はい。あの、ありがとうございます。美オさんもね、たくさん書き込み、あの、ホームページ、ブログにもいただいてますし、<う>こちらにも出張してきていただいたみたいで、うん、これからもね、清原寺ともども、よろしくお願いいたします、はい。セカンドアルバムのご予定はわからん <laughs> <laughs> どうなん、ゼロコーさん。笑,笑ってるわ。<laughs> 正直厳しい状況です。でも、ね わからん,からんほんまにわからんと帰ってきましたはいあのー、言ったら、リピートがちょっとでもあればあるほど安心に、ね、うん、可能性は高くなってくるので、うん、ぜひとも、えっと、あの、帰、えっと <laughs> あの、2枚目、3枚目 <laughs> お伏せよを紙だなよと、ぜひともよろしくお願いします。はい、うん。はい。はい コサインシータさん。はい、ありがとうございます。小さなあさり様,様いらっしゃいましたら、ゲストの方、キュアラジは。キアラジは。初投稿のコサインシータと申します。はい。キュアラジは、今年の初めくらいから聞いているのですが、うんうん、いつもお二人の大胆なトークに大変楽しませてもらっています。<laughs> 大胆なトークですかはい。<laughs> 大胆なご意見、うん、ありがとうございます。た <laughs> い <laughs> 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 今回、コミケでキュアラジ DVD2 とリバースデーを購入したのを機に、思い切って投稿させていただきました。あり,ありがとうございます。はい。 さてさて、それでコミケのことなんですが、あの会場には凄まじいものがありますね。何私はコミケ初参加だったので、あまりの人混みに目が点になってしまいました。すごいね、人ね。私も一回だけ行ったことあるんですけど、すごいね、あれね。ブースの前にはそんなに人がいなかったので、なんだ、結構すぐ帰れるじゃないかと思ったのですが、よく見ると列が裏口から外へ伸びており、そこを出てみると万里の頂上も格やと思われる行列が、 そう、階段の下からぐるーっと行くんだよね。その後、炎天下にて並ぶこと、およそ1時間半。はい。あ、この人は ?1 時間半。それでも1時間半。えしかも、炎天下ですからね、こちらはね。どっちも辛いな。はい。だんだん暑さで意識が朦朧としてきて。俺はなぜこんな目に合わなければならないのだろうと。すいません。なんだか人生の不条理みたいなものを感じてしまいました。はい。 しかし、それだけに手に入れた時の喜びもひとしおでした。これから早速聞いてみたいと思います。はい。まだまだ残暑の厳しい今日 <laughs> 秋風も吹いておりますが、何か <laughs>。ありがとうございます。はい、<laughs> これからもお体に気をつけて頑張ってくださいね、ということで。はい、ありがとうございました。はい、これからも応援よろしくお願,しお願いします。いただきました。ちいさま、あさりんぱせんさん。んこんばんは。な、な、なに 朝、リンパ腺だって、私。わ<あ> <laughs> が何なんでリンパ戦だっけ <laughs> 私、変態を披露。改め、紳士を披露というものです。あれいきなりですか、お二人に謝罪をしなければならないことがあります。何じ私、紳士を披露。戦場、ココミケを前にして、逃亡をしてしまいました本当に申し訳ございません。 コミゲ当日、四季はだだ下がり、体力はもっこり。この夏の戦場を生きて帰る自信がなかった変態王をお叱りください。体力もっこりやってええやん。ね<え>お詫びに、キュアラジ DVD を30枚、アサネ CD を2枚買うぞ、ね、<laughs> その差は何よ。<laughs> えー、こんな変態王ですが、戦場で倒れるヘマを起こすくらいなら家で倒れるという選択肢を選んだ変態王に元気の出る島パンをくだ、うん さあ冬コミは頑張るぜといただきました <laughs> いやシマパンのプレゼント募集ってもう去年終わった終わ <laughs> りましたねハムハムさんのプレゼントまだハムハムさんがシマパン っ取そうですね。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。そうだね。体力大事大事。そうですよね。うん、やっぱほんまに熱中症とかね、なる、なるなーって思うぐらいやったらね、うんうん、お家でゆっくりされてた方が良かったのかもしれません。でも、通販で買い上がれみたいな。そうだね。ね <laughs> そう。だって、 今回のキョラジ DVD2 もリバースで、もキラキラシールはついてないんだから。そうで、ん、す。変態王ですって言って買いに行っちゃダメ。<laughs> そうです。新仕様の方で行ってください新仕様の方でポチッとなしてください,、はい。はい。よろしくお願いします。はい。牛蜜時の男さん。はい、お久しぶりです。小さまあさり様、ま、こんばんは。こんばんは。牛蜜時の男です。はーい。今日もエロ小説、シコシコ書いてます。はい <laughs> <ス>。本当にお見合いやらで悩んでんのか、俺。はははは。 そうか、ゴールデンウィークにお見合いするとかいう話だったよ、ね。そんな前でしたっけね、うん、なんか、お見合いのお話を持ちかけられてて、うん、あの、<で>ちょっと迷ってはるんですよね。そう、うん、時空の歪みでゴールデンウィークを思いっきり後に紹介してしまって。あ,あ、そうだそうだ、どうなったんでしょうね。そう。はい、それを送ってきてくれたのかなうんうん、うん、はいはいはい。 以前はいろいろ調子崩してたみたいで、なんか変、うん、なメールを送ってしまいました。すいません、ごめんなさい。何をおっしゃいますやら。いや、今でも絶好調でしょ。ねえ。うん。うん。いや、でも何やらガチでこんな話題に付き合っていただけてありがとうございました。勇気もらいました。つかあんなのに向き合っていただけたのがありがたくて嬉しくて涙出ました。いや、ねでもあの真剣さは伝わったよ、ね。はい、伝わりましたよ。うん。まだ聞いてないぞという方に。説明しよう説明しよう牛つ時の男さんはですね、趣味で、 あの、エロ小説を書いてる人で、で、いきなり、お前ちょっと今度お見合いをしないかと親御さんからお話をいただいたと。で、こんな男がお見合いなんか行っていいんでしょうかまあ行っとけやっていう話で終わったんです。そうです。まあ何でも経験や、ね。そうです。ね、どこでどんなね素晴らしい出会いがあるのかわかりませんからね。もしかしたら小説のネタになるかもしれないし、し相手の女の人がもし、 牛しつどきのおとこさんがわからんような趣味持ってたら、それは許せないわけうん。まあお互い様やん、みたいな話で、とりあえず言っとけ。うてはい。お話をして、その時は終わったんですよ。はい。そういう話題だったんです。はい。ね。それで涙出てくれたそうです。ああ<ー>、うん。そして、はるきさんの、 企画係の鈴木くん、過去加盟関連のお便りを聞いて、うつになりました。<laughs> うつになった。すいません。救いの手を差し伸べて地獄の底に叩き落とす。さ,さすがです。<laughs> DCCR の名は伊達ではありませんね。<laughs> うわーん。<laughs> い,いや、そんなつもりで春樹さんの紹介してたわけじゃないんですけど、面白おかしく、ね、受け止めていただけるかと思ったんですが。この世に救いはないのか。俺にはもうエロ小説しかないのか。<laughs> えい、もうやけたこんつくしよう。<laughs> ところでところでキネティックノベル大賞。うん。エロが NG とか聞いたんですが、マジですかマジですね、うん。あまりプロとか興味なかったんですが、ビジュアルアーツ主催だから、もしかしたら受賞したら小さなアサリ様に演じてもらえるとか思って、むくりと興味湧き始めたところに、この仕打ち、この世に救いはないのか。<laughs> いや別に、エロなしでも指名してくれたらええんちゃう <laughs> ねえ,ねえエロを省いて送るってことは難しいんですかね虫密を取るよう方にしたらね。人を食う森に蝕まれた世界で、世の中のおだくに染まることなく人の世の始めからずっと何かを見守り続けている人外ロリババア。脳内 CV 小さなローリンババア。<laughs> 群れからはぐれ森の奥まで迷い込んだ少年は彼女と出会い、命を助けられ、共に行動していくうちに次第に心を通わせていく。一方で、かろうじて残っていた文明都市の女王、脳内 CV、あさり様は、<ー>自らの夫を喰らった森への逆襲を目論んでいた。<laughs> い<な>未亡人や。<laughs> <laughs> はいはいはい。やがて森と人はぶつかり合い、うん、世界は炎に飲まれ、破滅が決定的となった時、少年は彼女と世界の秘密を知るのだった、とか、そんな、 か。<laughs> あ、<laughs> 風のプラス、うん、ナノベテイスト満載で中学2年生の設定を一瞬真面目に考えたのに、この世に救いはないのか。この世に救いはないのかってもうここで3回ぐらい言ってるこの人。だいぶすっごい欲しいみたいですね、うん。いや、だからこれ、エロ要素抜いておくとね<ー>ちなみにその設定なら別にエロじゃなくてもええやんという意見は受け付けません。うんうんうん、なんで ええ、A もう受け付けませんとも。人外ロリババアがヒロインでエロスなしなんてそんなゲーム何の罰ゲームですか<ー>人外ロリババアは慈しみめでるものでしょう。<laughs> そしてめくるめくラブラブチュッチュ空間が発動するのが筋というものでしょう,う見た目ロリだけにようわからんわからんそうなんやそんなもん,なんやうるせえよ俺そ <laughs> <laughs> んまうるせえよ <laughs> あとロリババアの人外パワーが発動して少年が触手になってこうイカ <laughs> <下>略 <laughs> この発想すごいねすごいこんな僕ですがお見合い相手募集中です <laughs> 募集すんのまた <laughs> マジ信じられません <laughs> <laughs> とりあえず盆休みの規制で親にはお見合いについて相手が見つかったらするという胸を話しました、うん、ええもうやけなので<ー>見つかったかね見つかるんじゃないですかきわラじにお見合い話の背中を押されたのは事実なので、うん、何か進展があったら報告するかもしれませんな、うんせやけなのでではでは <laughs> だいぶやけですねこの世に救いはないからお見合いするのかいやお見合いが救いになるかもしれないですしねあそうだねうん、うん ああ、何か進展があったら、そのエロ小説が出来上がったら報告してくれてもいいようん。ですね、うん。お見合いじゃなくても。ねえ。うん。あの、 もちろんお見合いでいい感じなんやっていうのでも全然ね、私で祝福させていただきますのでね。賞金出ないけど、今日はドラでやるかもしれない。そうですよ。あの、賞金出ないですけどね。賞金出ないです。はい。ギャラも出ないけど。はい。ギャラも出ないですけどね。ん。ひどいな。何ですか、これ。え、エロはないですけどね。エロもないです。もうない尽くしで。ないない尽くしで。いや、わかんないよ。私たちならキラキラシールを貼ることもできるぜ。そっか。キラキラシールを貼って変身することもできる。うん。素晴らしい。 キキラキラシールってうんキュアレコーズさんが許してくれるから <laughs> はい、はい、文明都市の女王どう思う文明都市の女王いやいいんじゃないですかね逆襲って何で逆襲すんの<あ>世界が炎に飲まれるぐらいの逆襲すんのねえ恐ろしいや私にそんな力があるのかしら、うんうん、まあとりあえずですねあの森根迷ってガ外ロリババアに会いたくて、うん、でアサリちゃんにも会いたかったら、うん、魔法使いの卵をやってください <laughs> <laughs> お使いの卵ね。はい。やってください。私ロリババアだし、アサリちゃんも魔女で出てくるし。そうです。ということで、ぴったりだと思います。はい。うまいこと、うまいことね。ほま、つなげます。うまいことなんか。いただきました。向こう候補さんです。ありがとうございます。はい。誰の誰のでしょうね。こんばんは。僕は、じ様アサリちゃん、おクックちゃん。ひみこさんのファンなのですか誰の向こうのフなんでひみこちゃんだけさんなん あ、え、ほんまや。おくくちゃん、ひみこさんのファンなのですが、皆様にプレゼントは贈れますか贈ることができましたら、贈り先、贈り方を教えてください。いつもラジオを楽しませてもらってますので、休憩中にお菓子などを食べてほしいです。はい。といただきましたので、いいね。はい。私たち、じゃあ遠慮なく、じゃあ贈っていただきましょうかね、爺い様。はい。じゃあ、手先をお知らせします。はい。郵便番号531-0073。うん。531-0073。 大阪市北区本、本庄西、2-12-16、VA 第一ビル、株式会社ビジュアルアーツ築け、キュアラジまで。6階です <laughs> !6 階の05五三当てに送ってください <laughs>。05五三が仕分けます <laughs>。<laughs> あの、ただし、あの、乾き物で、 そうだ、ね、お願いしますね。うん、あの、生物で送っていただいてですね。はい、生物とか手作りのものを送っていただいて。はい、その後収録日が1ヶ月入っちゃうと、大変なことになるんですよ。<laughs> そうなんですよ。なんとこのスタジオに冷蔵庫はありませんので。ありませんので、いつかはい。冷蔵庫、来ればいいな、ババさん。でも、賞味期限の長い。<laughs> はい。乾き物だと嬉しいです。はい。ということだ。はい,はい。はい。 冷蔵庫でも買ってください、馬場さん。<laughs> <laughs> 聞いてたらお願いします、ぜひ。<laughs> うん。その前にこたつだよ。あ、あ、そうだ、そうだ。そろそろこたつの準備しないと。そう,ね、そうですね。あ、そっか、冷蔵庫も、あったかいやつがキープできるのも、両方あったら嬉しいですよね。あ、じゃあ、冷蔵庫とあったかいのと。レンジどうよ、レンジ。レンジもいいね。ね、うん、ですよね、05さんね。ね <laughs> <laughs> あでですね、使ってないとこはないと思うんだけど、うん、どっかあの、倉庫の端かなんかに水道通していただいて、シャワー室ね。<笑><笑> <laughs> はい。はい、もう着々とその準備を進めていきますので。ね。はい。あとは住民票や。<laughs> そこまで <laughs>。<laughs> <laughs> はい、ありがとうございました。はい。では、えー、ご紹介しましょうかね。えー、いただきました。萌原美香りさんです。いつもありがとうございます。はい。T さま、さま、キュアラジはキラジは突然ですが、お二人は、冷たーという言葉をご存知でしょうか。冷たー。うん。冷たー だと、あと、思うんですけどね、読み方。うん、レーターじゃないと思うんですけどね、あの、冷蔵庫の例に、ターですね、うん、カタカナで。うん、詰めた後は、ゼリーやジュースといったお菓子や、えー、飲料、果ては、カレーやおでんなどといった熱い料理まで、とにかく何でも凍らせて食べる人のことを言うそうです。うん、自分も果物類はよく凍らせて食べることはあるのですが、さすがにカレーやおでんを凍らせて食べるというのは、今までの人生でやったことが一度もありません。 お二人は何か変わったものを凍らせて食べた経験はありますかまた凍らせて食べると美味しい意外な料理を知っていれば教えていただけると嬉しいですといただきました、うん、自分で恋に凍らせたわけではないんだけどはいはいの回るお寿司のさ、うん、マグロとかシャリシャリしてるとたまになんか幸せな気分にならないあーあーそうですかエッチ様はラ,ラッキーって思うぐらいですかもう新鮮ガリみたいな <laughs> ああそうですかー冷たーって 冷たす、もうまさに冷たですね。いや、ゼリー私もゼリーはよく凍らせて食べますけど、うん、オレンジとかも結構凍らせますけど。はい。ヨーグルトも美味しいよ。えー、私、ああ、それ以外で。うん、ヨーグルトですかうん、チチヤスヨーグルトがおすすめ。お、どんな感じなんですかヨーグルトアイスっぽくなるんですかあまりカチンカチンにせずに、うん、氷凍り始めぐらいでさっと取り出すと、ちょっとシャリシャリしたヨーグルトになる。へー、うん。あれはうまい。 なるほどね。うん。うん、でもカレーは凍らせないわ。まあなんか冷やしカレーって聞いたことなくもないんですけど、うん、でも凍ってるわけではないですもん<ー>ね。冷たいルー程度ですよね。うん、そうだね。うん、どうやってご飯に乗せるのかがなさ、ご飯も凍らせるのあ、そこはでもあったかいご飯に、冷たい凍らせ冷たい凍らせてちょっとこうと、なんていうの、そのあったかいご飯の熱で溶けてきたところみたいな感じ。 なんすかねお腹壊しそう。冷たいのんとあったかいのんの、まあ、なんか食感の違いを楽しむんですかね。おでんも、なんかニこごりとかはね、知ってますけど。しいね。お腹空いてきた。お腹空いてきた。ありがとうございました。はい。小一五さん。はい。石森様、あさり様、はじめまして。はじめまして。こういうラジオにハマるのも投稿するのも初めて。 ホいちごと言います。はい。きわらじわ。きわらじワーうーわ。は、きわって打ち込むだけでこんだけ緊張するんですかど。そんな緊張してた <laughs> でも、うん。次からは慣れているはず。うん。えー、っと。 エッチなゲームを数多くプレイする方ではないのですが、うんうん、自分はスタジオリング様のおやつの時間、うん、ゼロ様の魔法使いの卵、うん、この2作品の世界観と雰囲気にすっかりハマってしまっております。かわいい系が好きなんでね。発売から時間が経ってもあの雰囲気好きです。そんな2作品をループプレイしてたりするあたり、自分この2作品に毒されてます。クリームぬりぬり卵をうめうめ。 だそうあ<おー> <laughs> ずっと埋められてるってよ。<laughs> うん。ああシフォンとおやつの時間色も、ね、ショコラことね。うん、卵とか割れたりむけたりする甘栗が大好きなあさり様とのタッグによる相乗効果で聞き始め「DCCR って何ですか?」な自分はキュアラジを聞く間知らず知らずにキュアラジの方が進行。うん、おかげさまででと聞くだけで キュアラジが電光石火のように脳内を駆け巡るようになりました。いいことだ。大丈夫です。これはいい影響です。うん、キュアラジの素晴らしい、うん、そんな中見つけた、バイトでの発見を投稿ネタにしてみたいと思います。はい。自分は、コンビニでバイトしてるんですが、うん、お菓子の品出しをしてた時のこと。はい。売り場の頂上を占領していたポテトチップス、こだわりの沢栗を見つけてしまったのです。<laughs> ちょっと待ってサワクリ,ワクリはえこだわりこだわってんの <laughs> ってかサワクリって何の略なのサワクリー,ムー,クリームね <laughs> カレーに突っ込みたいけど貧弱なのみそしかない自分には何にも思いつかないサワクリエロいなてか確かにクリームなんだけど、うん、マロンじゃなくてクリームのことだし<ー>てかいや <laughs> クリームとかそれはそれでえっちいし塗り込むとかいろいろ考えちゃうけどうん てか実際問題、クリーム塗り込むのは気持ちいいのだろうかそしてれはセルフバーニング時にも有効なのだろうかいや、クリームよりオイルオイル。ジェルっぽい感じの方が。気持ち良さそうですね。ってなの話。滑りがあって、いやいやいや、滑るよとても滑るよにしてもこだわるって何よだろう塗り方塗る場所いただきオンリーとか 今さらツッコマコーナーへ丸投げするのは反則かもですが、もしグッドなツッコミが思いつけばどうかツッコんでやってくださいとツッコむところがないので普通のお便りに入れてみました。うん。あ、反対側の売り場の一番下にはちゃんと割れ向き甘栗が販売中ですよ。よかった、一番下なんやでも。<laughs> 表は栗の集団の生写真。ははは。 栗殿の生写真が。栗 <laughs> の集団の生写真か。はい。初めてハマったキュアラジ、何度も聞いちゃうキュアラジ、生長楽続きますように。うわーありがとうございます。続きますように。<laughs> 続きますよう、ね、に。ね、<laughs> はい。<laughs> ありがとうございました。ありがとうございます。ねえ、いろんなお菓子を見られていいね。そうですね。コンビニでね、ねバイトね。うん。ね割れ向き甘栗があるってことはあの店だな。 あ,あのコンビニだな。あのコンビニにしかないんですか他のとこだと商品名が違ったり、あ,あの、<ー>向いちゃいましたがあったりして。あな,るなるほど、なるほど。割れ向き甘栗っていう名前で出てるのは、あ、へー。あのコンビニとあのコンビニだけだと思いますじゃあ私あのコンビニとあのコンビニに積極的に行くようにしよう。わからんけど。うん <laughs> はい、ありがとうございました。はい、いただきました。S の H さんです。はい、普通のお便りがかり、音中でいいのかどうか少々疑問ですが、とりあえず暫定的に。小、うん、さま、あさま、キュラジはついつもありがとうございます。そうでキラジ第31回アカデミー賞で、私自身のノミネートを申請審査していただいた際に、小さまから、カッコ、女性用下着の中身に興味はないの 下着ののの方ががいいのとの疑問がありました、うん、あれは雑誌の布物付録を導入にして、大人なグラビア誌の付録になっているぜ女性用下着に的を絞って書いたので、小さまがそのような疑問を持たれても仕方ないかもしれません。<う>が、<あ>私は、ぴやンつの中身にだって大いに興味ありますとも、<laughs> むしろ中身の方が大変興味深いです。ちなみにブラの中身も同じくです。 下着に加えて中身があるならば、つまり身につけている状態ならば、なお興味深いですが、あの時、アーさがおっしゃっていたように、下着のほろくじゃそんなわけにいきませんよね。えー、たとえ、使用済みだったとしても、私はピャンチやブラを集めたいとか被ってみたいとかそういう願望も全くないです。 ただ仮に、どんなピアンツが好きかと聞かれれば、何仮にって。第13回のキャラ字で、加古川さんがおっしゃっていたような、よう覚えてんは第13回だいぶ前で、うんえー。フリフリがついてて、柔らかくて、光沢のある黒いの、とか好きですし、うんうん、加古川さん本内をとったんや。個人的には大学生以上30代後半以内の女性が身につけたシマパンも、趣もむき深くて好きです。幅広いですね。うん、って勢いに任せて何を言っているんでしょうか、私。 でも勢いついでにブラの中身についても言ってしまえば大きさはハンライスや波盛りから大盛り。 カッコ B から D カップくらいがいいです。じゃあ、お椀型ってことかなですかね。うん、え、それよりも大きすぎるのは生理的に受け付けませんし、大きさよりは見た目の柔らかさや形重視です。あつまりお椀ですね、と言ってくださってます。うん。特、うんうん、盛よりミニ盛り、うん。そうですね。はい、はい。少々長くなってしまいましたが、そんなわけで中身に興味がないわけではないんです。分かっていただけましたでしょうか、うん、よくわかった。十分分かった。<laughs> もう分かりすぎるほど分かった。分かったねー。 鈴森さんの、あの中身に興味はないのという突っ込みに対して、このような、長々と。 したなかなかとしたとて言うとあれですけど。あの、えずのえさんから。はい、どうもありがとうございました。はい。中身にかける情熱を。はい。語っていただいて。ほとばしる情熱ありがとうございました。はい。みょんたさんから。はい。はじめまして、ュアラジは。ですね、はじめまして、ュアラジは。みょんたと申します。はい、ありがとうございます。ュアラジを毎回楽しく聞かせてもらってるのですが。はいはい。なかなかメールが出せないでいました。なんでたかしかーしたかしかーし このメールは友達のパソコンから内緒で送らせてもらってます。ここ重要。<laughs> なんで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 友達のうん。まあ別に見られても気にしませんけどね。なったらなんで<笑>お笑い。<笑>それではこのメールが届くことを祈りつつ、夏の課題と競、えー、戦争してきます。負けそうですけど。<laughs> それではまた機会がありましたらメールしますね。内緒でね。<laughs> なんで なんでだろうミョンタさんミョンタさん自宅のパソコンでは送られない事情があるんですかねそれか、ないのあ、ないえ、でもだったらキュアラジ何で聞いてるのパソコンや携帯それか、うん。え、ネットに繋がって。 ないとでもは携帯で聞けるから。どうなんでしょうね。なんか、その言ったら足がついたらやばい。どんなサイトやうちだから、あの、監視が、鋭い嫁がいるとかね。ああ。でも課題とか言ってるよ。あ、その課題ですか。学生さんだよ。学生さんですかね。そんな別にね、私たちは全年齢で。あ、かったはい。 もしかしたら、うん、彼女と一緒に住んでて、彼女がパソコン使うから、とかとかうふ。送信メールチェックされるとかかも。かもうん。<laughs> でもメールホームだったら送信履歴には残らないと思うんだ。そうなんと思うんだ。なんで、ちょっと待って、この人はなぜ本当にかっこないしょで。 ここ重要なのか。ないこれこう、ちょっと次回は明かしていただきたいですね。その理由を送ってくるのが。だって別にバレたって恥ずかしくないですけどねってご自分でおっしゃってますもんね。見られても気にしない。はい。じゃあなぜ内緒で、しかも友達のお家から送っているのかが秋の課題です。はい、秋の課題。送ってください。はい、お願いします。ありがとうございました。さあ、もうスピードチコアさんからです。いつもありがとうございます。まいりまーす。シーサマ、シャリサマ、ギュラジー。 じゃあはなんだか普通タイガーを送っていないような気がするのは気のせいな猛チクワです。はい。エローのエロシーンをスキップするというお便りがありましたが、俺もたまにやります。うん、あまり時間なくって大量の積み毛がある時とか。うん、ああ、そういえばドいなガチャンネル5もまだ積んでたな、かっこ遠い目俺の場合、エロシーンはオートモードで放置して目をつむってます。 へえ、ずっとテキストを読んでると目が疲れるんだ。うん、だから音だけで楽しんでいたら意識が落ちて気づいたらエンディング間近になっていること多数 <laughs> そんな俺のプレイスタイル。<laughs> でもなんかいい具合に陰ムとか見れそう。 <laughs> まだ陰夢見たことないけど。というわけで、陰夢を見る方法を教えてください。なるべくエロいの。なんてお便りは普通のお便りなんだろうか。パーソナリティに陰夢を見る方法を聞くとか、俺はアホじゃないだろうか。でも、アえてよう陰夢はどうしたら見れますかーかっこ必死にといただきました。じゃあ、この必死さが伝わってきたので、<laughs> この熱いお便りに私たちが熱くお答えしようじゃないか。そうですね。なるかうん。 とりあえず。夢見た寝言に返事すると寿命が縮まるって言うじゃない。嘘そ,そうなのって聞いたことがあんのね。うんうんうん。ちくわさんさ、うん、それヘッドホンしながら寝るでしょで、そう、陰部だと思ってたら、実は、そのゲームの音声が流れてて、それを聞いてるだけだったとする。この場合は寿命は縮まらないのか。まずそこを心配したい。<laughs> えらいとこ入りましたね。うん、はい。 それは、寿命縮まらないんだったら、そんな感じで、そういうものを流しっぱなしにして寝て、脳を騙してみるといいんじゃないなるほどね。だから、もうオートモードで、あの、もうヘッドホンして、言ったら、まあ言ったらもうできるだけあの寝ない。寝ないで、なんかもう徹夜とかして、できればセルフバーニングも極力控え。で、体がどんどんこう。そう。 モッコリパワーが強い<う>状態で <laughs> モコリパワーを食べていただいた上で、うん、ヘッドして、エロシーンのみを、オートモードで、エンドレス。再生していただくとン。<laughs> 回想モとかそあれ、あの、あれですかね。うん、わかんないです。オートモードのリピートとかあるんですかね。わかんない。回想モードとか聴きながら寝るとか、ね、あと、うん かそういうドラマ CD がついてる作品があるじゃないですか。はい、ありますね。CD だったらああ、ほんまやリピートできるから。ずっとリピートできるから、それをずっと聴いとくとか、はい,はいはい。聞いたまま寝るとかどうでしょう。ねえ。うん。 そしたら脳が騙されて、うん、その内容そのまま夢でやってくれるかもしれないよ。あ、でも、私たまにあります。テレビつけっぱなしで寝ちゃう時とかあるんですけど、うんうん、テレビのやってる内容が、なんとなくそう、夢なんですよね。入ってる。はい。あれ変な夢見たなって思ったらテレビやったみたいなことがあるんで。うん、あると思うんだよね。はい。はい。だから、ただし、これはもう、あの、極限状態に持っていってください。あの、睡眠時間も。あの、<laughs> あっちの方も。<あ> <laughs> 寝ないで。<laughs> そう。 でもで、もため、ため、そう、ため、そう、そう、バニラズ。<laughs> ノートバーニングで、あの、バニラズナッシングバーニングで、うん、あの、もう、もうもうあの、寝られへんか逆に、悶々として。わからんけど、うん、その、極限状態に行った時、どっちが優先されるんですかね。睡眠欲と性欲とね。うん 言っちゃったね。言っちゃいましたね。これであの、ちょっと結果教えていただきたいですね。どうやったか、見れたかどうか。ちなみに何のゲームでやったかどうかっていうのも。どいなかチャンネルまだ積んでるらしいど、いなナチャンネルちょっと薄めなんでね。あ、薄めって言ったらあれだよね。どっちか言うと、その、ネタの方が満載なんで、もっとこう、抜き毛っぽいのでね。もうあかん限界や。ごめんなさい。ありがとうございました。はい。コージアットワークさんです。はい。 先日、100人ほどの聴衆の前で講演をしました。ほう。先生や。へ主催者も参加者も初めて会う人たちばかり。うん。何をすれば受けるかわからないので、うん。下手に用意せずアドリブで2時間やってしまおうと考えました。すごい100人の前でアドリブすごい。2時間だよ。ねところどころ笑いを取ったり、参加者をいじったりしているうちに、うん。気がつけば終了時間。すごい。ようもつな2時間。ありがとうございましたというと。 なんと参加者が立ち上がって拍手してくれました。すごーい。人前で話すのは苦手な私ですが、これは癖になりそうです。そんなことないでしょう。ねただ問題が一つ。うん。実は何を喋ったのかあまり覚えていないのです。へえ<ー>。お二人は最近何か癖になりそうなことってありましたかそうそう。 多分何を話ししててききたんんと聞かれそううなのでバラおます私言うつもりだったああはいはいはい演題は「情報経営」とかいう硬いテーマでした「買った」「った」多分普通は笑いとか取れない内容になるはずですが笑われてしまって良かったのでしょうか何でしょうかい内容なだけにそれをだから面白く噛み砕いて分かりやすくご説明されたんでしょうねその方が難しいと思うんだと思います そういう、面白おかしく話してくれると、頭に入りやすいというか、印象に残るもんね。ですね。うん。だから。きっと偉い人なんでしょうね。ね、コージーアットワークさんね。参加者も大満足。いっぺん聞いてみたい、この講義。ねうん。公演聞いてみたい。ですね。うん。どっかホテルとかでやるのかな。ですかね。う100人集まる。すごいですね。 私たちもその100人乗ってる物置の横にちょっと乗してもらって <laughs> 大丈夫言うて <laughs> 言うてみたいけどど <laughs> <laughs> んな公園じゃあちゃうち100人乗っても大丈夫じゃないんですねいやーでも素晴らしいですね癖になるうん<ー>じゃあ癖になったらまたじゃあどこかね YouTube にでも上げてもらってその演をあこれ僕ですみたいなそう <laughs> <laughs> 僕です、ね。こっそり <laughs> こっそり <laughs> あの、公表しないんで <laughs>。私たちが見て楽しむだけみたいな。そうそう。いや、でもほんと、なんか、ど、もうどんな公演なんやろう。いや、情報経営。うん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 。うん、なるほどね。そう,そうです。はい。はい。そんなね。アカデミックな秋だね。えー、ねえ、そんな偉い方がこんなラジオを持つ、うん。<laughs> こんって。 申し訳なし確かなこんなやけどそうありがとうございます、ね、私たちもちょっとアカデミックな秋にしないといけないわねはいそうですね、うん、言うていつも通りになるのがキュアラジやけどね <laughs> ということではいはい普通のお便りは以上ですキュアラジー コーナーありましたっけ久しぶりですね、鈴木くんの話題。はい、萌原みかりんさんです。はい、ありがとうございます。頑張れ、鈴木くんコーナーです。そんなん、そうか、鈴木くんコーナー。はい。小さまああさま、そしてこのラジオを聴いているであろう、全国の鈴木という名字の皆さん、キュアラジは。キュアラジはー。鈴木が日本で2番目に多い名字だというのは有名な話ですが。一番じゃないんや。佐藤さん一番じゃん。あ、そうか、へー。それゆえに、 全国の鈴木さんはたくさんのお悩みを抱えているという事実をお二人はご存知でしょうか、うん、今回はその例として自分の働いている会社に生息する二人の鈴木さんの悩みを紹介させていただきたいと思います。はい。同じ職場に同じ名字の人が二人いるというのはなかなか面倒なもので、そうだよね。うん、電話かかってきたりするとね、うっかり名字で呼んでしまうと二人の鈴木さんが同時に振り向くという面白おかしい状況へと発展してしまうので、うん、弊社では 鈴木さんは下の名前で呼ばなくてはならないという暗黙のルールがいつの間にか作られてしまいましたなるほどしかしこのルールができてしまったためにこの二人は新入社員の方などからなかなか苗字を覚えてもらうことができず一年以上同じ職場で働いている人にさえも鈴木さんって誰ですかと言われてしまうような大変不憫な扱いをされており俺鈴木に生まれてきたせいで人生の8割は損してるよなと嘆く始末でありますうんどうかこのような悩みを抱えている全国の鈴木さんに 対してお二人から励ましの言葉をかけてあげてはいただけないでしょうかそれに全国の鈴木さんを味方につけることができればキワラジの支持率アップにもつながると思いますよなるほど確かにね、うん、全国2位だからねそうですね、うん、うん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  そうか下の名前で呼ぶようになったら苗字が分かるんで下の名前で呼んでる時点で苗字イコール鈴木とはなならいんですねねもう兄弟で入ってたりするとね「鈴木兄鈴木弟」とかなるほどなるほどははいいそんな感じになったりするんだよねそうか大丈夫大丈夫はんこ探しやすいしねきっと苗字多い人ってほらどこ行ってもはんこ売ってるじゃない。 私の友達でものすごい珍しい名前の子が何人かいて、三、はい、3文字なのね、漢字が。はい、漢字で3文字漢字で3文字っていう子が何人かいて、しかも、珍しい名前なので、<ー>ハンコを買いに行けないのね。うん、だから、ずーっと自分のオーダーのハンコを持ち歩いてて。<ー>はい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 。うん それ忘れると一大事なの。うわそれはそれで不便ですね。うん、う,んうんうんうん。でも鈴木さんとか、うん、それこそ田中さん、佐藤さんとかだったら、うんうん、あ、じゃあその辺行って買ってきますができる分、うん。できますね。珍しい名前の人はできないんだもん。うん、できない。あ、そっかそっかー。うん、言うたら100円ショップでも、ぴゃんって手軽にね、買えるもんですからね、うん、シャシャだったらね。そうなんだよ。うん だから、悩む必要はないと思いますよ。そうですね。逆よりはいいんじゃないでしょうかね。あと、電話で言いやすい。はい。そ<の>はい。どちらの鈴木でしょうかってね、うん、会社で電話を受ける方は大変かもしれないけど、うんうん、うん。鈴木さんいますかって。うあ。ああ。ですね。うん。うん。 他のものすごい長い名前の人とかだったら大変じゃないうん。うん。うん。今パッと浮かばないけど浮かばないけどね。あの、なんとか工事なんとかとかね。なんかね、そういう、なんかたまにいらっしゃるじゃないですかね。うん。長い人。長い人ね。うん。あと、あの、ゲームに出てくるような、なんて呼んでいいのか分からない名前とかね。はい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 。そうですね。うん。だったら困るので。はい。普通の名前というのもいいものですはい、いいと思います。はい。 ありがとうございました。はい、全国の鈴木さん頑張ってください。頑張ってください。はい、頑張れ鈴木くんコーナーでした。はい。うん。本当に頑張れっていうだけで終わってしまった。<laughs> 続くんでしょうか、鈴木くんわかりません。はい。うん。鈴木くん聞いてるキワラふ。わらじ。それは、ツッコまーザルをえないな略して <laughs> ずっ コーナー,ーのコーナーです。はい。ジャンさんから。はい、ありがとうございます。小さま、かえすきー。ききわらじキー。キュラジキラジいつもお世話になってます、ジャンです。毎度。お世話になりまーす。はい、えー。第31回放送自体はアップロードされてすぐに聞いたものの、うん、メール投稿がかなり遅くなってしまいました。ごめんなさい。いやいや。 うん、いくら時空の歪みがあるとはいえ間に合わないのかもしれないですし全国普通裏裏のリスナーがすでに突っ込んでることを承知の上で送らせていただきます、うん、僕と鈴木くんのコーナーでの, <laughs> <laughs> そのコーナーやったよもうな <laughs> 悪霊に取り憑かれるエロゲーは、うん、スノーのファンディスク友達以上恋人未満のことじゃないですか <laughs> でしたら小さ様主役で出演されてますよね <laughs> ちょっと待ってあれ悪霊ちゃうねん神様やねん一なうん神様に近い精霊やねん悪霊言うてあかんねんあれあ終わってもったツッコミにツッコミ返して終わってしまったそうですよだからねツッコまれてるようで実はツッコんでるようでツッコまれてるんですよジャンさんはそうかそうだよだったら悪霊に取りつかれるようでまさに何だろう何だろうでもやっぱりこれなのかもしれないなうん じゃあ知らせてくれて、うん、ジャンさんありがとう。うん。メール投稿が遅くなった理由は、大学院士を受験合格発表まで待機とバタバタしていたからです。おかげさまで、大学の修士課程入学試験に合格しましたおめでとう突っ込まれたけどおめでとう <laughs> めでたいうん。これからも、ね、修士頑張って、はい。キュアラジに突っ込んで、楽しい <laughs> 大学院生活を送ってください。はい、お送りください。ありがとうございました。はい、うもう一通いただいております。ツイッタもあってです。コージーアットワークさんからです。どうもお邪魔しまーす。されます。す。31回の番組で抱き枕を保養している姿を、うんえー、親に見られてしまったリスナーの体験がありましたが、ね、私の友人、過去女性は、うん、3次元でやらかしました。 <Wow. S 2> できたばかりの彼氏と飲んでいた友人は、己のリア充ぶりに舞い上がり、すっかり出来上がった挙句、同じく出来上がってしまった彼氏を自宅に連れて行き、<ー>一緒に爆睡したそうですよあ爆睡だけ <laughs> これだけなら、他人が突っ込まなくても問題ありませんが、うん、実はこの友人、実家住まいなのです。あー 翌朝、娘、かっこ友人を起こそうと部屋に入ってきた母親は、部屋で見知らぬ男と一緒に寝ている現場に遭遇この時の母親の第一声が今回のツッコミどころです。あら、二人ともよく似てるわね。<laughs> <laughs> 当然ながら、彼氏と母親はこの時が初対面。<laughs> この後、両親と弟と友人と彼氏で仲良く朝ごはんを食べたということです。お二人は彼氏を親に紹介する場合、このパターンでも OK ですかでは。お <laughs> おらかなお母さんね,ねえ、よく似てたんですかね寝顔がそれか寝相がよくわからないですけれども同じ方向に片足上がっとったとか。<笑><笑>微笑ましいですよね、ねでも。 二、はあ、人とも同じ方向によだれ垂れとったとかね。へえまあ少なくとも合体はしてなくてよかったですよね。合体な <laughs> <laughs> いやあ、まあまあまあ、だから、まあ、酔っ払ってしまって爆睡してたということで、うん、まあ、純粋にほんま爆睡してただけなら。うん、まあ、服も着てたと。なっよ、ま、ほら。と。<laughs> そうですね、うん。初対面ででもこれは本当にお母さんの懐が深いというかね。ほら、抱き枕ってひっくり返したら裏裸やったりするやん。ん。あんな感じでこう、布団ひっくり返したらなんか出てくるとかじゃなければ。<laughs> さて、仲良く食事も取れるわけよね。ですね紹介する場合、このパターンは無理やな。ないな。それはもうバレてしまったであり、こうしようと思ってこう紹介したわけじゃないと思うのよはい。そうですよ。まさか見られるとは、みたいな感じやったよやと思う。はい。ああ、楽しいお便りありがとうございました、コージーさん。ね。はい。いつかそんな紹介できる日が来るんでしょうかね。3次元でね。 次元じゃないよイケメン抱き枕作って <laughs> お願いね同じ格好で寝るんで抱き枕とそうそうまあ <laughs> 似てるわねって <laughs> お母に言ってもらって<悪> <laughs> <laughs> それも一つの幸せの形ですあ、そうですね <laughs> じゃあ地間専用車両のあ、たくみさん作ってもらう <laughs> あの格好やねだけだから裏側だほいであの私そうにイケメンだけ。ほ <laughs> いであのその痴漢してるたくみさんの兄が私寄り添って寝、ね、ますは <laughs> もうだいぶ痛いな <laughs>。いやもうそれ想像したら多分あのあさりさんのリバースで3枚買いましたとかいうしかご飯3杯いけると思う。<laughs> もうご飯多分 BGM はあの瞳の中のマリオネットでお願いします <laughs> そういう感で。 ぜひもよろしくお願いします。そんな私たちにツッコミをまだまだ募集しております。QRH、はい。フトゥーノお知らせーお知らせです。はい。迫ってまいりました。ドリームパーティー2018。そうだ。 もうあと何日後だえわからん。まあ一週間切ってるよ。はい、そうですね。振り向いてる場合じゃないよ。はい、これいつおー放送やったっけ思って。はいはいはい。とい<日>うもこの週末にはね、もう私、あの、ちょっと晒し者になりますので。ぜひ皆さん来てくださいね。これ聞いてる人来てくださいね。大阪まで来てくださいね。はい。はい、インテックス大阪2号館で。はい。で、イベント自体は ?14 時半。 2>, 2時半。2時半。はい。じゃあちょっと早めにね。そうですね。ハムハムソフトさんのブースに。はい。チラッと覗いて、まだ、行けますかって聞いてもらったらいいのかなはい。多分会場で列整理とかあるよね。あると思いますね。うんうんうん。で、ハムハムソフトさんはグッズセットが。はい。発売されるのね。はい。東京であったドリームパーティー。はい。で販売されたものと同じものですが。はい。 ドリパセット2010。はい。5点ズセット2000円。はい。テレホンカードが3種類あって、1枚1500円。はい。T シャツ、ハムティー。ハムティー。普段のフラグへし折りましたってでっかく書いて。ね2種類あって2500円。はい。フラグへし折り棒。ボ折ったら光ります。折って光ってね。光らせてね。これが500円。はい。で、一番あさりちゃんがね、チェック入れてほしいって、前回も言ってたのが。はい。 宝庫ラジオチャンネル DVD ボリューム 1! ボリューム 1!1500 円特典 CD もついてます。そうですカオスな歌が入ってます歌取り下ろし取り下ろしですすんげーあ、でも、ありものですありものあのー、言うてあのー、あの、あの、穴埋め企画です。あ、そうなの <laughs> それがついて1500円。安いね。安いですね。頑張ってますよ、だから。キュアラジ頑張りすぎて赤字出たからね、ボリュームは。ちょっと気をつけてよ。いやー、ちょっと、あんもそさんもやばいんじゃないでしょうかね。ちょっと値段考え直した方がいいかもしれないよ。それぐらい頑張ってる値段なので、皆さん。ぜひとも。お買い求めください。そして、サガプラネットさんも。はい。出店されます。はい。お隣らしいですよ。へー。うん。じゃあ、会場でね。はい、お会いすることもあるかと思います。そうですね。はい。 はい。ドリームパーティー2010秋は、インテックス大阪2号館で。はい。ということですね。日曜、はい、24日楽しみにしていてください。いソフトがいろいろ発売中です。はい、ソードワールド2.0リプレイタヌダン。はい、これは全年齢です。皆さん楽しんでいただけます。はい。そしてここからは18金ソフトのお知らせです。です。正規雇用、キャットウォークメロンさん。うん。これも発売中です。はい。 そして10月1日には、ラブバインドと姫剣士エステルのダウンロード販売がスタートしました。はい。10月29日、キサラギゴールドスターが発売されます。はい。サガプラネットさん、私も出てます。ありがとうございます。まあ、どんな話かは勝手なお楽しみです。私もメインのキャラクターの女の子とあんまり会話がなかったので。ああ、そうなんですか。どういう風に話が絡んでいくのか非常に楽しみなんですが。うん、うんうんうん。 そしてこの10月29日には「ななみと好みの教えて ABC」HD ワイドスクリーン版も発売予定です、はい、スタジオリングさん、はい、懐かしいタイトルですね,ねどんな風になってるのかな、はい、HD ワイドスクリーン版って今の企画に対応したってことで,、ね、でしょうかね大きい画面で楽しんでもらえるそうです、はい、そしてちょっと先になりますが12月17日予定でコンセプトさんの「原上原上 膨らむお腹と愛情を育むラブラブ、妊娠、アドベンチャーもええええ妊娠あ、言っちゃった。あ、でも言わなきゃいけないんだよね。あれだもんね。うん。はい。が、12月17日に発売予定です。はーい。12月24日には、スタジオメビウスさんのメビウス。暗黒ボックス。暗黒ボックス。どん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 。かーかわいい ホラーじゃないんだけどね。でも「五等分です」はちょっとホラー寄りなのかな。絶望。うん。悪夢。で、じゃあ五等分です。でスこの3本が一つになったパックでございます。え暗黒ボックス。スタジオメビウス長い歴史の中の暗黒面をすべてつれてお送りする。 ボックスということ。暗黒の歴史みたいな言い方ですけど <laughs> 決してそういう意味ではないですからね。<laughs> ダークな内ーの, <laughs> の、D もう、DVD ちゃんは、ね、ボックスというだけですからね。うん、DVD3 枚組だそうです。ね、そうですね。はい。いろいろ出るね。そうですね。私たちも頑張らないとね。はい。はい。これからもいろいろ出ていきますので、どうぞお楽しみに。普通のお知らせでした。キュアラチ お送りしてまいりました、キアラジ !10 月も終わりです。今年もあと2ヶ月だよ。はいはい。2ヶ月ちょいだよ。そうですね早くね、なんか今年。早いですね言うてる間にもう冬込みですよ。まや。怖ぇ。どうするどうしましょう。出るの、ボリューム 3! 出さなというわけでですね、キアラジボリューム2に、 載せておりました。はいは、そうでそう USA!USA! そして DCCR!DCCR! そう、これで歌を作りますので、一応ネタ曲を。そうです。今んとこまだ一通しか来ておりません。USA と DCCR の頭文字。U。 うそーんとか。うん。うね。えす。うはっとか。うそ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 う。えす。そんなバカな。なるほど。とか。うんうんええ。あん。あなんでもいいです。なんでもいいです。まずあの、私らのネタがあかん。できな出来上がってないうちに言うでもだ。はい。なんかそういうのでね、ネタをいろいろ募集します。それを歌にして繋げていきますので。ですね。詳しくは、 キュアレジ DVD2 のボーナストラックをお聴きください、はい、曲は2曲になっていますがそれをそのまま再生していただくとボーナストラックが始まりこの,の、ね、このネタ曲の募集がけけ歌詞募集が聴ける、はい、ということ、はい、それを、まあ、まとめてスボリューム3に、はい、収録できたらいいなという話なのでぜひ、はいはい、ともお願いします、はい、そしてですね、はい 新コーナーのお知らせが一つあります。ああ、なんでしょう。キュアレジサウンドマシーン。ほう、か、なんかかっけーな。かっけーうん。ただ単に、皆さんからリクエスト募集して、曲かけるだけ。そ、なんじゃい、それ。はい、サウンドマシーン。CSM、CSM。CSM。キュアレジサウンドマシーン。はい。はい。え、ビジュアルアーツ作品。うん。 の中から、うん、まあ主題歌、うん、BGM など、聞きたいものがありました。うん、サウンドトラックが出てるものができればありがたいです。なるほど。はい。はいはい。え、皆さんのこれが聞きたいぞという曲がありましたら、はい。はい。このキュアラジサウンドマシーンでちょっとずつおかけしていこうかなと思っておりますので、はい。はい。リクエスト曲もどしどしお寄せください。はい。 はい、え、もちろん、シフォンやカシス。うん。o k やったー !QR コーチだもんそうですよねはい。ということで、聞きたい曲あったらね。ね、はい。送ってください。はい。お便りのついででもいいですよ。はい。いつものメールホームから。はい。送りくださいませ。はい。ということで、え、QR ジは、鈴森千里と、あさリが送りいたしましたはい、それでは、11月まではいまたね